大谷がちっちゃく見えるのをえぐい WS 進出後の球場で大谷を待っていた3人の大物にネット騒然。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に1番 DH で出場し、4打数に安んだ1打点。18分後で勝利したチームは、 ワールドシリーズ WS 進出を決めた。歓喜の後には米スポーツ専門局の特設スタジオでインタビューに対応。インタビューのために大谷を待っていた3人の超大物に驚きが集まった。レジェンドたちが礼儀正しく大谷を出迎えた。同僚たちと歓喜を分かち合った後、米スポーツ専門局 FOX スポーツのインタビューに対応。 ドジャースタジアムのグラウンドに設けられた簡易スタジオでは、通算3465アンダのデレク・ジーター氏、通算541本塁打のデイビット・オルティス氏、通算696本塁打のアレックス・ロドリゲス氏という豪華なレジェンド3人が待ち構えていた。同局の番組ではおなじみになった光景。A ロットの愛称で知られるロドリゲス氏は、昌平、こんにち と日本語で挨拶するシーンも見られ、オルティス氏は、現役時代の自身の写真が入った T シャツを大谷にプレゼント。大谷は嬉しそうに T シャツを掲げて満面の笑みを浮かべた。試合後の興奮冷めやらぬ現れた3人のレジェンドに、X 上の日本人ファンも興奮。大谷翔平もでかいけど、レジェンドたちも相当でかいな、みんな大きいなさすがに。 画面がレジェンドで埋め尽くされとる。大谷がちっちゃく見えるのえぐい火力強すぎん。一面の大谷大好きおじさんたち、と驚きを受けたコメントが集まった。